沼ハコガメは、沼ガメかアメリカハコガメ属に分類されるカメ。メキシコ固有主催大高潮16.8センチメートル。廃坑はややドーム状に盛り上がるが、高高は、高潮の40%以下。廃坑は、上から見ると細長い大円形。第1、C パ板と復興を横から見た角度が50度以上。廃坑の色彩は、緑褐色や高褐色、暗褐色。 復興の蝶津外は第5円看板と第6円看板の継ぎ目よりも前方にある。復興の色彩は単行色や緑褐色で不明瞭な暗色斑が入る。頭部の色彩は褐色。卵は長径2.9から3.3センチメートル、単径1.7から1.8センチメートル。体ではの色彩が明るく。 甲板に放射状の暗色反や反転が入るが、成長に伴い廃校の色彩は暗くなり反紋は消失する。オスの生態は光彩が褐色で黄色い反転が入る。メスや幼体の光彩は黄色や抗褐色。俗内ではカロリナハコガメと禁煙だと考えられている。低質が柔らかく水生植物が反応する流れの緩やかな消化栓、地消。 出現などに生息する。アメリカハコガメ族では唯一の半水性、または半陸性で水場から離れることは稀。肺の大きさを変えて水中を浮かんだり、粘液のを使ってガス交換をし補助的に呼吸を行う。食性は雑食で昆虫、甲殻類、貝類、魚類、両生類の妖精、水生植物、果実、藻類などを食べる。 陸上でも、水中でも採食を行う。繁殖形態は卵生。飼育下では、周期から春季にかけて、水中や水辺で交尾を行った記録がある。5から9月に1回に1から8個の卵を年に2から3回に分けて産む。卵は、夏季から秋季の初めに孵化するが、9月に生まれた幼体は、地中で越冬し、翌年の春季に地表に現れる。 開発による生息地の破壊や水質悪化、ペット用の乱獲などにより生息数は減少している。メキシコでは法的に保護の対象とされ、採集や輸出などが厳しく制限されている。1995年にワシントン条約付属書 I に掲載された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。現在は ワシントン条約付属書愛に掲載されているため、国際的な小取引が禁止されている。ありがとうございます。